サムター要塞の戦いとは、1861年4月12日から4月14日にかけて行われた戦闘。南北戦争の発端とされる戦いであるが、開戦前の小競り合いとする者も,もいる。南北戦争を語る上での重要な戦いの一つで、ある。サムター要塞とは、サウスカロライナ州の港、チャールストーンを守っていた要塞の一つで、港井の水路の真正面にあった。 南北戦争の兆しが濃くなった頃、南部の州は、ほとんどがアメリカ連合国に加盟し、それに伴い、各要塞も南軍の支配下に置かれた。しかし、サムター要塞の司令官、ロバート・アンダーソン少佐らは合衆国に忠誠を誓う、ことを決定した。リンカーンが大統領に就任した翌日、サムター要塞の守備隊司令官、アンダーソン少佐から手紙が届き、 直ちに閣僚会議が開かれた。7人の長官のうち5人までもが反対したが、リンカーンは敵地にあって、自身に忠誠を誓った部下のために支援を決定した。これに基づいて支援が決定する。弾薬のみとする資料も少なからず存在する。南軍司令官のボーリガード、ピエール・ギュスターブ・トゥータン将軍は撤退を要求したが、北軍要塞司令官、ロバート・アンダーソン将皿は、 高い式と忠誠心からこれを拒否した。1861年4月12日午前4時30分、北軍の救援船が要塞に近づくと、南軍の高校の北にあったムールトリー要塞から砲撃が行われた。この砲撃により、食料船は要塞に近づくことができず補給は失敗し、船はニューヨークへ帰らざるを得なかった。これにより、 本格的な南北戦争が始まったとされている。それ以前に戦闘が起こっていたようであるが、南軍と北軍が直接対峙した戦いは、これが初めてである。アンダーソン少佐は、援助がなければ持ちこたえることができないと大統領に報告したようである。このことから以前に戦闘が起こっていたとされるが、意見としてはまちまち。それ以前に、北軍側は戦闘を避ける。 要南軍側に通達していた。4月13日要塞が南軍砲兵中隊による砲撃を受けるが北軍は効果的な反撃はできなかった。4月14日、弾薬が底をついたため、アンダーソン少佐は要塞からの退避、つまり事実上放棄を決定した。午後2時30分頃のことであった。この要塞は港の水路の真正面に当たっていた。つまり、 サムター要塞の存在意義は水路を塞ぎて機関が侵入するのを真正面から妨害、撃退するものである。当時の大砲は陸上、船舶の双方の性能は同程度であり、船と陸との砲撃戦はやや戦速の不利であった。この要塞はあまり重要ではなかったようである。実際リンカーンが開いた。 閣僚会議で7人の長官のうち5人までもが支援に反対したことでも伺える。その他北軍の補給は失敗し2隻の船が損傷、結局要塞の駐留部隊は降伏した。北軍1名戦士、3名の戦勝者が出た。しかし、南軍側が容認したため、撤退に成功したとされる。南軍は、砲撃によって北軍の補給路を断ち、要塞を確保した。 南軍の戦死者は海無であり、砲撃戦としては極めて珍しい例である。今はサムター要塞国立公園となっている。1948年に国営記念碑に指定。ありがとうございます。